はいどうも、赤侍です。The Another Order 最終話チャプター5。とうとう4ヶ月、3ヶ月半ぐらい続いていたバイオハザードシリーズも、いよいよこれ、最終話となります。ぜひ、ここでご視聴ください。よろしくお願いいたします。Really? Leon doesn't die easily. That's fine. We can use him to clean up Sadler for us. We'll let them fight it out. Neither one of them will manage to come out unharmed. Easier said than done. Either way, it's your job to clean up what's left of them when the fight is over. Don't forget who is running the show. Whatever happens, we can't let either of them live to see tomorrow. Our goal is to retrieve the sample.Take out anything that might interfere with our plans. サンプルを入手せよ。やっとここまで来ましたね。目的はここです。最終話らしい BGM になってきたね。さあここでちょっと僕はあるアイテム買います。アタッシュケース LL もそうだけど、まず売るのはベルベットブルーと、これアタッシュケース買いたいの山々なんですが、ここで買うのはボウガンです。宝の地図買っておきますか。で、ボウガンを構えます。すごいね、かっこいいですよ。あ、一人いたね。第一村人発見。村人じゃないけど戦闘員だけどね。あ、いた。これライフの弾が入るってことはライフの弾使えって話なんですけれども、めんどくさいので使えません。ダメか。嘘、こんな食らうの。めんどくせえなー。ショットガンでちょっとぶっ飛ばしたいけど、ちょっと避けましょう。マジか。結構きついね。両方ともケアしないとダメなんだ。あ、マジこっから。はい、倒します。はい、倒します。はい、ここも倒します。ああ、そういうことね。わかりましたよ。最初からやり直しかよ。で、ボウガン構えて、
ああ、これで手があったか。よし、なるほどね。確かにこれ一番楽な方法だわ。これ結構気づいてなかったね、これにね。失敗したなー。で、フックショット。ふんっていた。よし、次。よっ、なんかお宝はあんのかね。あるね。よし、アイテム素早く変えると。爆発する。とりあえず巻き込みもできたからいいか。お？なんか今すごい音したけど大丈夫かな。何か巻きづくらったぞ多分。よーし、すごい音したけどね今ね。まあ回復剤はとりあえずね、集めるだけ集めておきましょう。だんだん パツパツになってきたな。まずいな。あ、やべ。そういうこと？やば。やばい、結構えぐいな。開かない、開かないんですかまだ。そうですか、そうですか。まだですかね。結構辛いんですけど。よし、あお。どっから撃ってる。開いた。うまく狙ったもん勝ちだね。まあ体力も回復しながらちょっと進めていこう。これお宝どこにあるんだろうな。あ、もう取れないじゃん。これやってしまったか。あ、いる。熱烈なファンはお帰りください。そういう結構まあ強い男は好きかもしれないけど、この人に関しては。だが実際どうだろうか。強引な人は多分嫌いなんだと思いますよ、エイラさんはね。嫌われたくはないですけどね、僕は。一体何のお宝があったのかちょっと僕分かんないけど、なんとかして取れないかな。
無理ですね。ん？なんかあった。なんだ？手榴弾か。ありがたい。これ何かの間違いで向こうに繋がってねえかな。なわけねえか。向こうから行かなきゃダメなんだけど。エイラさんもこれは使えます。よいしょ、よっと、一回転。また手榴弾。よっ、まあ開く方法は一緒なんですね。閉まる方法も一緒なんですね。やばい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 、まずいな。これ奥狙いたいんだけど、狙えるかな。いた、どこだ、あそこか。とりあえず回復をしていこう。回復剤はありがたいことに今いっぱいあるから。うるさいな。え、嘘、お前こんなんありかよ。どこにあるんだろうな、次。またか。しょうがねえから。よーし、アンチから狙い撃つのは最高だね。4000って安っ。マジか、そんなしかないのか。あ、またなんか越えてきた。しぶとい男は嫌いなんだよな。まあ僕も男だけどさ。そんなに諦めろって話なんですよ。引き際も肝心だって世の中言いますけどね。またくだよ。だから安かったのか。はい、オッケー、おしまい。まあ、A ら辺のマシンガン、ガトリング男って結構楽なんだね。まあ、言うてガトリングが楽なんだねって言っておきながら、あの、一回映ってるけどさ、その情けない話あるかよって話でしょ。あるんです。よし、行こう。まあ、リロードできるものは、
まあ、やっておくのが一番ベストですけどね。よし、これでいきましょうか。早打ちだったら負けませんよ。お？よし。これヘリ見られるのかな？ヘリコプターの残骸だわ。合宿券何があったのかしら。あ、そっか。見てないのか、落ちた瞬間。いるね。外した。よし。しまった。背後を取られた。なんちゃってね。背後を取られたかと思ったけど、なんともなかったわ。お宝は？すぐ先か。この辺だね。あれ、どこだろう？過ぎてる。位置的にはこの辺で合ってるけど、どこだろう。上についてる？上についてる。よし、行こう。あ、ここはムービーだね、この先は確か。お？砲丸の矢。この先ムービーだったらね、ちょっと黙ります。リオン、you okay? Sorry, Ada. We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. よし、とりあえず進みましょうかね。こっちかな。お？何これ、気持ち悪い。いくら私でもこれはサブ系になれないわね。動いたまんまなんだ。気持ち悪
あ、挟まってる。手榴弾でと。お、不気味な死体ね。特にこの口見てられないわ。あ、そうか。そう、こいつだと動かないのか。グリーンアイってことは、あれがブルーアイってことか。いやー、落としてしまったな。なんか拾えないかな。しかし、あっと、ハーブか。これはちょっと、ああ、疲れた疲れた。黄色ハーブが余るのかな。そんなことないか。とりあえずそろそろあれが欲しいね。Welcome. よし。Gotta select. What are you selling? ベルベットブルー2個売って3万だもんな。これでもまだ3万だもんな。Come back anytime. ね、行きましょう。よっと、かっこいい。I jumped the gun when I reported you dead to Wesker. Think of all the paperwork I would have to fill out if you were to show up alive.はい、ということでクラウザー戦ですね。なんとクラウザーは生きてました。はい、アウチ。よし、無敵時期。よっと、無敵時間を使えたね今。で、場所が移動になります。この移動はマストです。自動で移動されます。開いた、マジか。だから、赤ハーブは結構な頻度で拾えるから、まだ。ちなみにこの下では、レオンさんが戦ってます。よいしょ。ロケラン買えばよかったな。で、マストで移動です。次の移動はここですね。よいしょっと。とりあえずアイテムは拾っちゃいましょう。うわっべっ、これはやべえ、これはやべえ。とりあえず QT が来たらもう、あいた。 QT が出たらもう即座にやんなきゃいけないね。やばい、マジか。即座にできなかったよね。やばいやばいやばい。
またお渡し聞かこれ。やばいやばいやばい。やば、自爆した。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。マジか。いやー、ちょっと暗いすぎたな。しゅしゅしゅ、こっからですか。なるほど、わかりました。はい、飛ばします。リターンマッチ。やばいやばいやばい、これはやばいな。結構シャレになんないな。よし、アイテムはどんどん拾っていかないとまずいね。だからこれはやっぱずるいってさ。どうすかな。さあどうする、さあどうする、さあどうする。やばやばいやばいやばい、これはやべえな。やばいな、しかし。やば。うそー。結構苦労してるね。前回っていうか、昔の俺はどうやってクリアしたんだろう。もう見るの3度目なんだけどさ、これ。飛ばすけど、やばいな、ちょっと集中しないとまずいな。やばいやばい、衝動が遅れた。よし。あ、これ結構クイックリロードできるみたい。ノーダメージだよ。やばいやばいやばい、これはやばい、これはやばい。まずい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 。やば、危ない。ショットガンでしょ。初動が早い、ショットガン。やば。あっぶね。あっぶね。
3度目ここだね。これ使うか。これは自滅だね。これは自滅だね。単なる自滅だね。これは。やばいやばい。距離を詰められちゃまずい。危ない。よっしゃ。ふう。That's a large thing you have there. But I don't like it when men play rough.結構やばかったですね。ということで、一旦ここでね、前半パートここで切りたいと思います。後半は、そのまま最終回の方に、最終回というか、ラスボスをぶっ倒して、サンプルを回収したいと思いますのでよろしくお願いいたします。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。概要欄の方に、後編の動画の URL を貼っておきますのでこちらからご視聴ください。ではまた後半でお会いしましょう。さよなら。